前回までの、ゆうやのラストオブアスパート2。血の通ってお腹見れないのは困っちゃうな。ベキズムの開拓に余念がないゆうやにとって、テレビ局で、お腹冷たくなっていたリアのお腹は、絶望そのものだった。しかし、迫り来る、感染者は楽しみにくれることすら許してはくれなかった。そして、ティーナが知ることになったエリーの交代。さらにエリーに打ち明けられた、ティーナの妊娠。二人の復讐の旅の行方は、カミングアウト大会しないで急に。はい、どうもリュウヤです。今回もラストオブアスパート2の続きやっていきたいと思います。劇場に命からがら逃げ込んできたわけなんだけれども、シアターですよ。広い、すごいでかいよこのポップコーンの器。もうバケツじゃんこれ。オンザステージ、幕の向こうへ行くのかい。キャー、マネキン、なんか不気味。やめてよ、フラグみたいじゃん。あれって何もいないよな。おお、またギターだよ。いや、要所要所用意してあるで。今回はちょっとこう、何、古びてるというか、まあ、埃かぶってるね。前回のさ、あの弾き語り、俺が弾き語りした。前回のギターピッカピカだったけど。チューニング入ります。6弦だけ合わせりゃ、なんとでもなるっていうね。出た、これ。今度こそフルで歌ってくれるか。今ジョエル思い出しちゃうよ俺。まあやめちゃうか、やめちゃうか。あ、これ練習の？うわー、熱い。練習してる時のだよ。それっぽくなってきた。下手すぎ。うわー。指にタコができれば上手くなるさ。ジョエルだよ。じゃあ行くか。着いたな。うん。やったね。置いてくの？エリーちゃん若かりし頃の、ちっちゃいな今見ると。あ、ほほえ、こんな幼子。なんかプニプニじゃん体。もうなんか嫌だ、俺がエリーちゃんをジロジロ見てるみたいな。もう見てるんだけど。気をつけろよ。平気。うわ泳げないって言ったじゃん。え、泳げてる。泳ぎ教わったの？何考えてんの？お前すごい顔してるぞ。溺れるでしょ？溺れやしないよ。もっと自信持ったらどうだ？泳げてるよ。はいはい、笑ってれば。今のうちね。こっちだぞ。ほら、あそこを見ろ。本当だ。本当だ。ねえ、あれって。おい！ああどんな気分？すっきりしたね。落っことされるのって嫌な気分でしょ。あ、まあ、どっちみちここを泳いでくつもりだったしな。仕返しされてムカついてんの？強がるなよ。すごくムカついてるね。行くぞ。もう、やだ。
ああ、もう尊すぎるよ、ジョエル。ジョエルとエリーちゃんがもう尊い。わお。うわ、表情作り込まれてんね。本当に恐竜だった。ワイオミング自然史博物館か。ワイオミング。どうやって見つけたの？マリア。気に入った。お、入館ですか？何これ？本だ。恐竜の本だよ。そうか。ノリ悪。ノリ悪。プラキオサウルス。子供の頃恐竜の本読んだよな。これは海の中のものかな。お、見れるじゃん。ブラキオサウルスは毎日270キロの草食べてたって。うんちすごそ。そういや、映画の表中情で男が言うんだ、すげえクソの山だって。それなんて映画？今度見てみたい。よし、ジャクソンに戻ったら一緒に見よう。あはー、一つ一つの会話が愛おしいよ。超えられるぞ。よっ。キャー。満天の空に君の声が響いてもいいような綺麗な夜。気に入らなかったな、なら帰ってもいいんだぞ。いや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 、そんなわけ。帰りませんよ。人類は月に何回行った？いいよ。2回か。6回。よー。本当か？絶対。7回目は私。月に行くんだ。そんな夢がある。え、待って、それ絵マジで描いたの？それすごくないか？めちゃくちゃ。わあ、いつか。よっ。そういえば、うちのクラブマスターのミヤさんがバイク納車したって言ってたから、このヘルメットプレゼントしてあげようよ。これで走ってくださいっつって。いやー、面白いね。中入れちゃうの？もしかして。わおわお。あ、さらっと手伝ってくれる感じ。どうぞ。ありがとう。ヘルメット邪魔になり気そうをだつな。けろ。おお、上手だす。上手だ、出すっつって。上手だな。してみてよ。ちゃんとヘルメット曇ってるよ、呼吸で。かわいい。何それ？これはかなり苦労して見つけたんだぞ。ジョエル。ヘルメットまですんの。
なんか今のシーンに合ってないことだろうけど、ちょっとこの涙出てきちゃった泣いてる、ピー、ピー。知らないわけないでしょそらよかった。それじゃあ他の場所も行って終わっちゃった回想。さあ一日経過したね。エリーちゃんとディーナは。いやあ大人になったな本当に。今日よく噛むね俺。うん。ギター練習タイムから俺。ギターちょっとね、世間は許してくれません。様子見に行こうかな。ふぅ、ちょっとね、また無限に遊んじゃう気がするから今回は自重しとくわ。まあ遊びたくてうずうずしてたけど、今回は自重しとこう。大丈夫か。うわ、吐いてら。大丈夫か。エレン、私まだいけてる。かなりね。直せたんだ、アンテナいじってつなげた。やるね。学校のことバレたって。そう、こいつはオーウェン、脱走したって。脱走？トミーが捕まえたかも。かもね。この女は情報なし。トメオ隊、ニクに出動を要請。繰り返し、ニクへの出動を要請、応答せよ。いい？数字は場所を示してるの。さっきまでいたテレビ局はロック。ニクからの発信が多いからそこが拠点ってとこ。大丈夫か。ありがとう。ねえ、昨夜はごめん。
仲直りタイムだ。お、トミーか。スカーか。お、お男の侵入者、トミー、14はどこ？あんまり自信はないんだけど、いいから行ってみて。これが7で、そっちにあるのが12なら、多分この辺じゃないかな。ヒルクレスト。ヒルクレスト。オーケー。いやー大丈夫かなーリーナ。リーナ、かなり辛い。ねえ、私が行く。ここに待ってんの？情報集めといて。うわ、こっから一人か。待って。手出して。おいおい、やめてくれよ。お守りに。意味ないって。いいから。ティーナと赤ちゃんのことは私が絶対守るから。そしてヒルクレストに到着。ここで会ってる。おっと、銃声だ。ついにトミーと。まあちょっと探索していこう。サニーベールアーチェリー大会優勝、ボリス・レガロフ、ルルルルレガソフ。噛みすぎ。歩幅移動の速度を上げてと。速くなった。おほー、ほっ。どうやってあそこに行こう。おお、危ねえ危ねえ。あいつらどんだけいるの。確かにウルフってどんだけいるんだ。待っててよトミー。さてこれ大丈夫か。降りたはいいが。指示が出るまでここで待機だよ。あの男に警戒して。犬だ。うわ、気づかれ。犬はやばい。犬はやばいだろ。自分の匂いの痕跡を見る。やばいやばいやばい。いやー新しい要素来たな。ワンちゃんか。そうだよ、お前たちは常にやられる側だよ。しかしサプレッサーがなくなっちゃうのはちょっと痛いな。どっかであちこり叩く。あー、なくなっちゃった。バカー、逃げられた。ボコボコにしてやるから。ほう、ボコボコだと。いい度胸じゃねえか。俺の歩幅前進のスピードをなめるな。お前はここで死ぬ運命なんだよ。やった。さっきから言ってることが悪役。まさか俺はヒーローだぞ。このゲームの主人公だぞ。グッバイ。ブン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 聞こえるけど、これ大丈夫かしら。うわあ、最悪だ。うわ、弓持ってる、弓持ってる。やべ、なんだこいつ、いて。あべ、うわ、すげえな。わお、わお、タコ死ね、こら。はあ、ついに見つけたぞ、俺の大好きな弓矢。
いただくぜ、このボケナス。いいぞ。使えそう。あ、なるほどね。いいですね。ステルスにおいて最強武器、弓矢来ましたね。滑るパターンですね、これね。レッツゴー。まずい。また？また？またか。左にもいるんじゃん。犬これ、最悪だわ。行けよ、そこは行けよ。待ってくださーい。このクソったれはこっちのセリフだ。痛い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 。あーもう痛い、やばいやばい。ザコスケ痛い。なんでお前俺より先に出んだよ、武器をよ。許さねえかんな。あはは、外さないで。もうまた君タコが。殺意高いね。もうステルスとかじゃないもん。殺意高え。これイベントかな。イベントだ。トミーかなこれ。トミーはどれだけヒゲ伸びた？結構時間経ったんじゃない？なんであんたがいんの？違ったー！俺だけ仲間外れか？ジェシー。ディーナは？無事だけど、具合悪くて。なんだそれ？まあ平気。ナオとインティライミ来たんだが。怪我ひどいの？へっちゃら。いきなり襲われてさ、挨拶もなしだぜ。男ってトミーじゃなかったの？お説教はあと。マジか。トミーじゃなくてナオト来てたのかよ。マジ？もう弾ないんだけど、そんなに。左のやつ俺が。ナイス、強いね、ナオト。びっくりした、すっと行動に出ちゃうから俺もびっくりしちゃった。どうした？デイナ？どうしたんだ？ナオト、どっしり構えるね。草むらの中、姿を晒す。やられたのか？敵が来てるぞ！やべ、俺今撃たれた？違うよな。ナオト強くない？武器ナオト武器強くない？急げ、乗るけど。
危ない。あらやった、あらやった、あれ、おい、マスカよ、おお、まずい、おい、死ね、こら、何やってんだ、危ねえ、こっちも危ねえ、やばい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 、アシストないです、あー、あー、痛そう痛そう痛そう、あー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 、痛そう痛そう、あーあー、今度は前かい、え、揺れる揺れる揺れる、かげろ、痛い痛い痛い、いや撃てない撃てない、こんなのひひひ、あ、タイヤか、こっちもタイヤに当てちゃえばいいのか、死ね、あ、やべ、死ね死ね、ああ、リローディング、すごいすごい、いい、結局逃げれねえじゃねえか、あー危ない危ない、まずいですよ、ちょ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 、ナイスナイスな音、おあべ、ちょ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 、おう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 、邪魔邪魔、おおグリッカーさんか、やばい、俺も息止めちゃった、なんか思わず息止めちゃったよ、すごい、俺なら銃突っかえて多分し、何やべえってなっちゃうだろうな、これライフルが突っかえちゃってね、いやー、視線をまた一つ超えたか、あー、危なかった、超余裕、敵はいないね、ほら立って、なんだ、トミーと合流できるかと思ってたけど、こっちナオトで、ナオトだったことにちょっとこう残念がってしまうね、ディーナ、さあ、びっくりするぞ、ちょっと嘘、ジェシー、いや、痛そう、怪我したの、寝ればすぐ治るよ、入んないの、あ、これなんかどうすんだろうね、ディーナが、マリアは知ってるの、ディーナのお腹にいるのは言わずに来た、ナオトの子だし、お前ら放っておけないし、具合は、この二人の、お腹痛いだけ、ほら座って休んだら、あ、どうなんだろう、すごい三角関係が、自分でできるって、いいから、で、いつジャクソン出たの、一日後、でもオレゴンが大雪だ、エリーちゃんどういう気持ち、これ、いや、そうだよな、エリーちゃん。聞いてんのか？うん、聞いてるよ。そうかい。とにかくだ。無視することはないだろう。2年前、ということで。めちゃくちゃ激闘だったわ、今回は。戦いに次ぐ戦い。逃がしちゃくれない敵。追いかけてくる。うまいよ、うまいようにまとめらんないや。
あとは本当にちょっとジョエルとの思い出がちょっと俺には愛おしすぎて苦しくて、まあ、泣いてしまいましたが、ちょっとあんまり振り返ってもね、また泣いてしまいそうなんで、この辺にしとこうか。ではまた、次回のラストオブアスパート2の配信でお会いしましょう。ここまで見てくれてありがとう。ボルテックスゲーミングのリュウヤでした。バイバイ。